中野のブルチャンネル。はい、今回のゲストは待望の待ちに待った、私もすごく楽しみにしています、アザコング選手です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私もやっと出させていただけて本当にありがとうございますもうずっと拝見させていただいてるんですけど、あ、嬉しいです、ありがとうございます。素敵な感じの中野さん あの楽しいお話をいつも見させていただいております。ありがとうございます、はい、アジアと結構でも芸能の仕事では、ね、そうですね、はい、やってるんですね、はい、ついこの間もちょうど、はい、ご一緒させていただいたりとかしたばっかりなので、テレビ局のスタジオでは会ってるんだけど、はい、そうです、なかなか会場とかでも、そうですね、会ったとしても、はい、あの時の金網さとか話す機会ないからね、はい、そうですね、なかなか会場とかそうですね、あのね、テレビの現場とかでもわざわざそこをね話すがなかったりもするので、そうそう、はい、まず今のアジアの近所を教えてください、はい、今は今は、とりあえずあのオズアカデミーに相変わらず所属してまして、うん、あともう一人はもう一つあの二団体所属っていう形で今超花火プロレスっていうあの、うん、ゼロワンの別ブランドの爆破をやる、はいはい、あそこの一応社長もやってまして、すごい、はい、ただまあ今ねこんな状況なんでなかなか地方回れないんですけど、うん、まあ回れるようになったらまたその爆破でいろんな地方を回ろうかなって。爆破も、女子も男子も、女子も男子もあります、はい、ミックスの団体、はい、できたばっかり、いや去年の2月にちゃんと旗揚げをして、で去年の2月から始めたんですけど、旗揚げしたと直後ぐらいからこのコロナになっちゃったんで、はい、回れなくてっていうあれになってるんで、今そこの超花火所属として女子の選手を5月の30日にゼロワンの後楽園大会なんですけど、一人工藤があのゼロワンの今 GM と、工藤めぐみがゼロワンの GM と、あと超花火のあのエグゼクティブプロデューサーみたいなのやってくれて、うん、その工藤と2人で女子の選手を超花火からデビューさせようって、それが5月31日に、新しい子が、はい、新しい子があの全くどっかに出たとかじゃなくて、全然初めての子が、はい、デビューして、そのデビュー戦の相手を私がするんですけれども、本当に、はい、うわー、でもアジャと工藤めのエキスが入ってはい、レスラーが誕生していくわけだ、本当。そうです、だから、まあ、ジャガーさんの孫ひ孫ぐらいの弟子がひ孫がそれからどん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 、はい、あの出ていく、そういうプロデュースもしながらで今やってたりとかしてますね。オズの、はい、オズにも所属だったんだ。オズも所属です、完全に、はい、完全に所属、はい、でオズは今年、私と尾崎が今年35周年を迎えて、うん、オズっていう団体自体も25周年を迎えるので、25周年、はい、あ、そうなんだ、はい、35周年、はい、プロレスはその2団体をやってて、はい、芸能は、芸能はワハハ本舗に所属しながら、いろんなあの芸能のテレビとか出たりとかして、ワハハ本舗ってさ、はい、言えないよね、ワハハって言わないと、あ、でもなんかそうなっちゃいますね、ワハハって感じになりますね、はい、あ、だからそういう風にしたのかもね。そうですね、なんかワハハって感じなんだと、ね、言っただけで楽しくなるんだよね、はい、こうやってワハハって、そうなんだと思います。ワハハ本舗は、はい、社長さんはあの有名な、あ、社長さん、あの違う人なの、田部さんっていうあの演出家の、あ、仮装大賞とかの審査員とかもやられてる方で、うん、昔からいろんなそういうことをやられてる方なんですけど、であの同じ事務所の大先輩で久本雅美さん さんと柴田理恵さんがいらっしゃってっていう形で、はい、猫ちゃんもいる、猫ちゃんもいます、はい、猫ちゃんもいます。ワハハ本舗では 女優っていう立場なの、まあ、タレントですね、はい、あの、まあ、そういうドラマとかお芝居で、うん、ワハ本舗自体であの、うん、一応劇団ワハ本舗っていうのがあれなので、ね、舞台とかをあのずっと毎年やってたりとかして、うん、あの全体公演っていうので所属してる人たちがいろいろ上がって、でそれも私も何回かやらせていただいてるんです。で今年また10月ぐらいからかな、うん、ちょっとあのコロナの状況見ながらですけど、みんなやるらしいんですけど、私はもうあの舞台あのダンスしてお芝居して、うん、ダンスしてとか、うん、いろんなことがあって、うん、プロレスの練習とかプロレスするってすごい大変なんですよ稽古で1ヶ月半とかびっちりとか、1日8時間とか10時間とかで、これはもう無理だなと思って、もうちょっと体ついていかないと無理ですって断って、一応そのじゃ重要な役はやらず、はい、でもあの所属だから全員参加みたいな、いや、あの出る人出ない人はいるので、猫ちゃんとかも全然出なかった。でたまにでもその東京でやる時のゲストで一瞬だけ出るとかっていう形もあったりするので、そういう時もあるんですけど、私、まあ、がっつり出させていただいてた時期もあったんですけど、やっぱりあの、まあ、プロレスの試合とかも被ってしまうので、あの地方公演とかも回るんですけど、試合って回れないのでっていうことで、なので私はもう前回から、はい、でも運動神経はすごくいいから、多分ダンスとかもやればすぐなんだと思うんだけど、そうですね、もうでももう新しい、やっぱり動きが違いすぎて、あっちこっちあっちこっち痛む場所が違ってきて、うん、痛めてたってなりながら、いやでもここで怪我して試合できなくなったら困るっていうのもあったんで、痛むところが違うって言った、そうです、すごい、そうです、試合とは違うのね、痛むところがね、そうです、あ、
そうなんです、はい、そういうあの仕事もやりながら、はい、芸能やりながら、プロレスは2団体そうですね、はい、まあでも2団体なんですけど女子とも男子も関わらずいろいろ呼ばれればいろんなとこ、うんうん、他のとこにも、はい、まあね、あの京子のとこの、うん、ディアナとかもそうですし、うん、あと、まあ、アイスリボンとかにも呼ばれて出たりとかっていうので、うん、それはフリー、フリーじゃないね、どういうオズ所属なんですけど、もともとそのオズに所属する前にあのフリーでもやってて、うん、いろんなとこのお付き合いがあったんで、うん、だからそこはもうあのオズに所属するっていう時点で、うん、でもあのオズと被らない限りは他のとこ出るよっていう、うん、あじゃあ判断でも他のとこ出る、はい、なので、はい、戦場とかも、はい、仙台ガールズとかも出させていただいたりとかしてるので、わ、はい、でもこれをさ想像してた、その前場で15で入った時の、はいはい、あのアジャがこんな2団体所属で、はい、母の芸能の方にも所属してて、はい、で他の男に出るにはフリーで自分で決めて出る、はいはいはい、想像はしてないですね、入った時は。その時はね、はい、もう前場しかなかったし、ね、そうです、入った時はもう前場しかなくて、うん、まあ、自分たちが入った年にちょうどジャパン女子プロレスで同じよくできた年なんですけど、うん、はい、できた年なんです。でもやっぱりプロレスやるなら前場っていうのしかなかったので、うんうんうん、ここをやめたらもうプロレスはできないとも思ってたので、うん、もうだから前場で頑張るしかないっていうのがあった、ね、芸能も入ると思ってなかったよね。そうですね、あんなにテレビとかにね、うん、まあ、前場時代からそうやってテレビとかに出るようになるとは、うん、やっぱりヒールだったので、うん、そういうのはないもんだと思ってたの で、うん、そうですね、で出たとしてもなんか暴れ役みたいなね、はいはい、乱闘だけで使われるって感じだったね。そういうあれなんだろうなとは思ってたんですけど、そうじゃない状況ができるようになったのってはすごく本当に不思議でしたけど、まあ、うん、今となってはすごくそういうのがあってよかったなって、ありがたいなと思って、うんうん、でも喋るのもあの元々うまかったから何でも対応はできるだろうなと思ったけどね、うん、でもまあまあでもそれまでもやっぱり試合重ねたりとか試合でね、いろんなことリング終わってリング上のマイクパフォーマンスとかそういうのでだんだん慣れてきて、今こういう風に今だから若い子ってね、もうちょっとお前喋り下手くそだなと思ってますけど、昔の自分とか見るとすごく恥ずかしいですよ。でもあった昔、アシャがその下手なマイクの時ってあった？下手なマイクっていうかやっぱりあの中野さんがこの間印象に残ってる試合っていうので、うんうん、コラゲンとか言われてたじゃないですか、うん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 、あの時とかってやっぱり、うん、まあ、若いし、まあ、声も高いからです、うん、であと必死で喋るから早口でうわーって言って、うん、なんかがあるたび早口ですごくうわーって喋ってたりとかしてたので、うん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 、もうちょっと落ち着いて喋れよと思って、あの頃の自分っていうのはもうちょっと落ち着いて喋りなさいよあなたって人に伝わらないですそれじゃっていう、すごい自分であの画面の向こうの自分にダメ出ししてますけど、本当、はい、あの時、まあ声が高かったのはあるんだけど、はいはい、別に今さ低く喋ろうと思ってやってるんじゃないんだよね。違います、そうだよ、ね、年のせいですやめて。でもあの時も本当に感情が入ってるから F に、ね、はい、なってるけどちゃんと通じてるよね。そうですね、あれはあれでね、まあ、ね、まあ、あの時あの時で、で中野さんとそのタイトルやらせていただいて、うん、撮ったあの時に中野さんから声かけていただいて返した時、あの時はもうまあ本当にでも自分の素直な感じで落ち着いて中野さんにあの本当に感謝を述べるっていうのはちゃんと落ち着いて喋れてたなっていうのはあれは見てて思うんですけど、ね、もうしかも長くねちゃんとね、はい、あの本当に中野さんに対する感謝がもう溢れ出てるなっていう溢れてましたもん。いやもう本当すごい。で今も早口だけど、はい、あの変わってないんだと思うんだけど、はい、ちゃんと早口なのにちゃんと通じてるよね。そうですね、まあ今はわーって喋る時には一気にわーって喋ろうと思うんですけど、うん、ただ喋りながらお客さんが聞いてるかどうかを確認できるようにはなりましたね、やっぱり。あ、そうなんだ。今ここ自分がわーって喋ってった、うん、お客さんがここまでの話ついてきてるかなっていうのを、うんうん、大丈夫かなって、はい、確認してあ、いけそうだなって、うんうん、で相手が何か返してきて、でお客さんが、うん、んってこう相手が、うん、だから逆に若手がこう返してきたことが、うんうん、ちょっとわーってなっちゃってて、うん、お客さんが理解できない、うん、あ、じゃあまずここは補足しようかなとかっていうのもできるようになったそういうあの駆け引きというか、それはお客さんを見ながらはできるようになりました。やっぱりでもそれは年齢重ねとか回数重ねたので、すごいね、やっぱちゃんとあの見てるんだね、お客さんと見えるようになったんだね、はい、でもそこはやっぱり中野さんに一番教わったところですよね。本当教えてないよ。いやいや、中野さんに教わったところですよ、やっぱりあのおさて直接こうしなさいじゃなくて、うん、中野さんがやっぱりそういう一緒に、まあ、あのずっと2年半とかの毎日やらせていただいた時もそうです戦ってる時に最初は本当にね、うん、もうね、うん、もうとにかくやらなきゃやられるっていう、うん、もうそういうあれでしたけど、うん、やっぱりそういう風になってきて、うん、もう、まあ、リングの上だけに集中してたことも最初の1年ぐらいはあったんですけど、うん、でもそのしばらくずっとやっていくうちに、中野さんがじゃあどんな考え方をされてるのかとかって、うん、やっぱりシュープロとか載ってたりとか、うん、中野さんのインタビューとかもやっぱり見たの？はい、読みました。
ずるい。読みました。読みました。やっぱり中野さんのね、何を考えてるかを理解しなきゃ超えられないと思うんで、いろんなものを研究しようと思って、すごい読んだりとかして、でもやっぱりその中で、うん、いや、もちろん対戦相手のアジャもそうだけど、何よりそのアジャの向こう側にお客さんと対戦しててっていうお話をされて、その時には分からない。でもやっていくうちに、あ、こういうことだなと。いうのがすごく分かってきたので、要はお客さんとリング上の対戦相手じゃなくて、その向こうにいるお客さんとどう対戦するかっていうのを、あ、中野さんはもうそっちに行ってたのかっていうのがすごくあったので、それが分かるようになってっていうか、そういう風になってきて、それをやるようになったら、やっぱりでもなお一層プロレスがやっぱり楽しくなってきましたね、うんうん、そうだったんだ。でも、あのマイクもやっぱり言われた時に、はい、アシャじゃなくて、まあ、バイソンしっかりいろんな、はい、早くしわーって言っちゃう、はい、感情でやっちゃうし、はい、試合も感情でやっちゃう人とかに、はい、マイク喋った時にゆっくり、あのもっとあの大きな声でゆっくり喋ろうって言って、もう一回言わせたことあったんだけど、はい、全く同じこと言った人がいて同じテンションで、はい、あ、これはもう本人が分かってないと、はい、何を言ってもダメなんだなっていうのは、はい、いつも思ったリングの中で、はい、まあ、じゃあもうどんどん変わっていったから、はい、でもアジャに言われたことはいつもしっかり聞こえたし、うん、なんかそのために傷ついてしまって、いやでも盛り、はい、それで盛り上がったし、はい、そう一個だけね聞きたかったのは、はい、その本当は最終的に金網の話をしたいんだけども、はい、その前に私の YouTube にも言ったんだけど、アジャが裏剣をやり始めたのって、はいはい、私と戦うもっと前からなんかね、格闘技の時から使ってますよっていうコメントをもらったんだけど、そうです、なんか会社がそのボクシングマッチをよくやってたじゃないですか、うんうん、で、うん、メデューサとか、うん、あと下田と私やってるんですけど、格闘技戦っていうので、うん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 、でそれはもう下田を売りたかしたかったらしいんですね、会社としては下田美和、うん、美和さんを売り出すためにそういうボクシングマッチでって言ってて、で自分相手に選ばれ、空手もやってたからちょっとできんだろうっていう、うんうん、そういうちょっとボクシングみたいなのって付け焼き場でっていうのでやってて、うんうん、でも会社はもう、まあ、美和がそこであのボクシングで、まあやられながらもなんかとか自分ボコボコにする姿を会社はだから今がすごいなんかトレーニングしてるの知ってたんですけど、そうなんだろうなって考えてたんですけど、でも自分の中ではでもだったら自分にとってもここはあのまあ一発勝負だしっていうのと、あとははいチャンスだし、あとはそんなかませになってたまるかっていうのがあるので、ぶっ飛ばしてやれって思ってやってる中で、でもやっぱりボクシングのしかもグローブがミマ8オンス、うん、私18オンスとかだった。え、そんなの近かったの？ ロボコンじゃん、これっていう。嘘でしょ？これ当たったとこで絶対、なんかあの、あれですね、自分だけあの、バラエティーのあの、ふわふわしてもあんなの、うん、まあ、あんなのでも、こう構えるだけでも重いようなグローブだったんですけど、うん、でもまあ、近かったんだ、奥さん。そうです。信じられない、今では。今考えるとびっくりするんですけど、すごいので。そんなギャグみたいな試合あった。はい、もう、構えるだけでもう辛くなって、うん、だんだん途中からノーガードになってボコボコ殴られてた。でも、うん、その中でやっぱり空手をやってて何かなってボコボコ殴られてやっぱり頭プチッてイラッてきた瞬間に出たのが空手でやっぱりあの裏剣っていうはいあの技があるので、あれをバーンってやったらバーンって吹っ飛んだ瞬間に、あ、これ効くなと確かに思ったんですけど、ただプロレスの中にどう使っていくなんてことは何も考えてなかった。そのボクシングマッチのことでたまたまそのミマとやったのですごくその裏剣とかしてなんか面白かったんで会社がもう一回やらせようって、うん、今度またメデューサとやらされたじゃないですか。でメデューサとそうだね、メデューサとやったね。そうでメデューサとやってて、その後大田区でもあの、メデューサとやった時とかも最後裏剣で勝ってるんですけど、あの時からそういうボクシングマッチだからって使い始めたんですけど、でもそれを、はい、あの国松さんに、あのその後試合で使わなかったら、何度もあれ試合で使わねえんだって言われて、でも拳で人殴るなんてしちゃダメじゃないですか、危ない、はい、よく考えたらでもヒールなんで危ないじゃないですか、も何もないです、他のいろんなもの使って凶器は使うくせに、そっちの方が危ない、凶器は使うくせに拳で人殴るだけダメだってなんだろうそこだけっていうあれなんですけど、でも、いやあれをお前の武器にしてけって国松さん、ただどんなタイミングでどういうふうにやっていいかが全然わからなかったんで、まあ、むやみやだできちんともできなかったのでむやみやで、特に中野さんの金網の頃って本当にでも使い始めたばっかりでどう使っていいかが分からない、とにかく、ね、はい、その頃ってやってなかったよね。そうです、グローブもしてないで数打ち当たると思って、あ、そういうことだったね、すいません、そういう感じなんだだからなんか本当に申し訳ないんですけど、最初だ特に中野さんと当たらせていただいて、バッチンバッチンこう数打ちで、ね、やってる練習台だった、ね、あれでそうなんです、あれでどういうタイミングでどういうふうに当たると人って倒れるんだろうっていう、本当に中野さんを試合の中でずっと練習台にさせていただいてた、そういうことだったんだ、はい、だからその頃ってまだグローブしてなかったんだよね、はい、だから本当にすごく効いてたんだと思うんだ、はい、でいつからこれやる始めたの？あのグローブは途中から、うん、あの途中からね、はい、そうだよね、そうですね、あの最初は素手でやってて、でなんでグローブをし始めたかって言ったら、まあ
よく相手にあの本当のダメージを与えちゃいけないからとかっていう、うん、あの建前を言ってるんですけど、うん、自分の手が痛かったんです。あ、やってるうちに、はい、自分の手がすごいってやるためになんかやっぱり骨と骨がぶつかるので、うん、そうだよね、はい、の骨とかね、自分の手とかあざだらけとかになってきて、うん、これどうしようって言ったらコスチューム屋さんが、うん、今はオープンフィンガーグローブとかみんな、うん、総合とかで使ったりするんですけど、うんうん、ビッグバンベーダーが、うん、あのグローブをもともとベーダーハンマーってあのパンチやったりするときにしてるのを作ってたコスチューム屋さんが一緒で、じゃあベーダーのちっちゃいやつちょっと作ってみるねって作ってくれて、で作ってくれて、あの亀の甲羅みたいに作って、うん、どう、あ、これなら掴めるし、でグローブしたらやっぱり掴めないし嫌だって言ってたんですけど、うん、ベーダーしてるやつなら平気だからって言って作ってくれて、指がちゃんと出るやつだから、はい、じゃああれをして拳は痛くなくなったんだ。はい、ここ当たるんで、ここ全部今ガズされてるので。あ、そうなんだ。あれやられ、はい、やっても、はい、やられる方が痛かった。そうです、あの多分そうですって何、あ、多分、ね、あのグローブしたんで当たる痛みより多分脳に行く、うんうん、脳が揺れるダメージの方が今度ボクシングとしてパ、うん、あのグローブしちゃってるんで、ね、なのでそこから失神する人とかの、うん、あの脳震盪を起こす人が増えたのは多分グローブしたせいです。増量したんです。はい、あの、ね、はい、記憶喪失者が続出だったのは、うん、多分グローブしてからですね。そうだね。あとあれだとすごく音がするようになって、はい、あと脳に来て、はい、でアジャも思いっきり振り回すようになったの。そうですね、自分の手が痛みたいんで思いっきり打ち込めるようになったんですね。全てに関してアジャには良かったんで。そうなんです、相手は本当にたまたまそうです、だから でもそのおかげで一撃必殺にはなったんですけど、あれで一発で決まり、はい、もうみんな膝から崩れ落ちて立てなくなるんで、うん、気づいたら、うん、膝から崩れ落ちてるっていう人がたくさんいたのであれだったのね。はい、わかります、謎は解けました、はい、じゃあ、はい、私は素手でやられてたんですいません、まあ、痛かったけど、はい、アジャも痛かったっていう、はい、でも中野さんの時にだからどういうタイミングでどういう位置どういうふうに回ってどういうふうに遠心力を使うと一番効果があるのかっていうのはすごく多分中野さんを、ね、試合中に実験台にさせていただいて、そういうことね、すいません、ありがとうございます。そうかそうか、なんか言ったようないかないようなわかりました。はい、そうな、まあこれを聞きすごい聞きたかったんだけど、はい、アジャコングっていうまず名前ね、はい、あれ覚えてるかな。もともとアジャっていうあだ名は1年上の先輩が、うん、あの北斗さんとかが、うん、あの入った時に、うん、なんかあいつあの、まあ、ハーフだったのかって、うんうん、なんかさ見た感じアジャって感じじゃないって言われて、うんうん、先輩たちがずっと、うん、私直接知らなかったです、先輩たちがアジャってずっと呼んでいただいてたみたいで、自己紹介とかをだから先輩たちの前で人に、うん、自己紹介してあの褒めてって師匠ですって言ったら、うん、違うお前アジャだろって言われて、え、何の話と思いながらアジャって何っつって加藤エッちゃんがつけたなと思うんだけど、そうです、お前アジャってあだ名ついてるから、うん、お前アジャなって言われて、うん、あ、分かりましたって、もう先輩にも、うん、あ、そうですねって分かりましたって言って、でもまあそれはまああだ名でしかなかったんですけど、そのまあ極悪同盟入らせていただいてしばらくしてから、うん、あの会社が、うん、あの、うん、まあ本名の獅子エリカじゃちょっとあれだから悪役なんだし、うん、いいリングネーム考えてきたぞって、うん、また国松さんなんですけど、うん、国松さんが、うん、お前にぴったりのいいリングネーム考えてきたって、うん、何かなとブラックサンデーって言われたんですね。全然ブラックサンデーと思ったらなんか昔サンデーパーカーっていう黒人のなんかすごい選手がいたと、うん、だそこにあやがって、うん、ブラックサンデーだお前は今日からって言われて、うんうん、そんな人全然知らない、うん、ビューティーペアより前の時代って言われて、うん、それはそんな方は全然存じ上げて知らないし、うんうんうん、あ、それ女子レスラーでね、そうなんです、あ、はい、そうかそうかそうか、女子プロでいたんだ、そう言われても全然わかんないしなと思って、うんうん、でリング上がってブラックサンデーってコールされたんですけど、うん、ブラックで、そしたらあの昔いたあの、うん、あの売店にいたスタッフの人たちとかが、うん、みんなが、うん、あーチョコレートサンデーとか言われて、もういい加減にしてよと思いながら、お客さんもポカンじゃないですか、うん、ブラックサンデー、うんうんうん、でそしたらなんかそのブラックサンデーってついて1週間ぐらいそれでやってたんですけど、うん、そしたらなんかあの当時あの前場候補やってたあの小川さんが、うんうん、ロシオ小川さんが、うん、あの国松さんに、うん、アジャにはアジャっていう名前があるんだからダメですって言ったらしいです、うん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 、でも私からとアジャっていう名前じゃないんです私って言われたんです、アジャにはアジャっていうちゃんとした名前がって言われたんですけど、うんうん、あ、いや私は生まれたこの方アジャっていう名前が親からなんかつけられたこともないんですって話なんです、でそれで、うん、じゃあお前なんか考えろって言われて、うん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 、ザ・アジャになったんですね、一瞬だけ、あ、一瞬になったんだ、うん、1日だけザ・アジャに、うんうん、でザ・アジャって何、うんうん、って、うん、もうでも自分の意思ないじゃないですか、うんうんうん、でそれでザ・アジャはちょっとなってなって、うんうん、そこでアジャ・シシドリンだったんです、あ、一回アジャ・シシドリンになっ
って、でバイソン木村と2人であの全日本とか、あの僕も入った最初の頃もアジア出身でずっとやってて、うん、でその後、極元でいろいろやらせていただいて、中野さんがあの体当たりとかやるんだったら、うん、あのやってみればって、あの本当に胸叩きのパフォーマンスとか、中野さんとかなんかそういうのやって、やってみなって言って、それをやって、それを見た会社の人が、キングコングみたいだな、お前な。じゃあ、キングコングアジャにしようって言われて、そしたら、いや、キングコングはオスだから、クイーンコングアジャにしよう。悩むとこそこですかっていう。悩むとこそこなんですかっていう。って言って、いや、キングコングアジャだ、クイーンコングアジャだっていうのを、あの、4兄弟でいろいろ揉めたらしく、で、最終的に、どっちにしろ長いから、コングアジャにしようって言って、はい、それで一回アジャが私のとこに、はい、その時はもう国門島から離脱してたね。そうですね、はい、でだけど、はい、挨拶に、はい、コングアジャになりましたって来て、はいはい、私がコングアジャで本当にいいの、はい、って言ったことがあった、はい、絶対アジャコングあのコングアジャだったら、はい、ブルナカの南部松本、はい、バイソン木村と同じ今までの流れになっちゃうよって、はいはい、絶対アジャコングだよって言って、で、はい、多分もう一回行かしたと思う。その時はもう離れてたんだけど。そうです。あの多分あの完全に離れる前、多分あの後楽園の直前ぐらいで、ね、ちょうど一番ぐじぐじ、あのあれも今度いつゆっくりで、私の意思じゃないっていうことは いつか中野さんにもきちんとお伝えしたいんですけど、あのそんなぐじぐじしてる時ですけど、でも中野さんにそうお話しさせていただいたの、うん、でも会社がでもお前コングアジャになってるで、うん、って思ったら宇治江さんが、うんうん、コングアジャじゃなきゃダメってきたんです。うんうん、アジャに言ってきた、はい、直接。でなんでですかって言ったら、うん、すごく言いづらいって、コング、うん、アジャーって言いづらいんだよ、言いづらいんだ、アジャーコングの方が言いやすいんだけどって言われたんで、うんうん、もうここまで来ると自分の意思ないですし、うん、でも中野さんに多分言われたのもあって、うん、でも、うん、自分からするとしっくりくるの、確かにアジャーコングなので、うん、あもう宇治江さん呼びやすい方にして、宇治江さんの判断でやってくださいって言って、宇治江さんがじゃあ次からアジャーコングでもう多分会社は分かんないんで、こっそり呼んどくわって、でポスターはもうコングアジャーになったんですけど、うん、もうアジャーコングで呼んどくわって言って、うんうん、ああよかった、はい、でそれで最後、はい、宇治江さんがコングアジャは言いづらいっていうのが、うんうんうん、でもリンガーのことがやっぱり言いづらいっていうことは、うん、お客さんも、ね、お客さんも呼びづらいと思うので、うんうん、はい、よかった、はい、あのね、もう絶対アジャコングのがもうぴったしだったし、はい、あれをつけてすぐにね、はい、あの時ねダンス甲子園っていうあ、はい、テレビで流行ったの、そうですね、はい、それであの山田太郎君が、ね、あの人も、はいはい、あの戸塚ヤットスクールとアジャコングっていう、ねね、はい、グループ名、そうですね、メロリン級の、はい、はい、そうなんです、やってくれないそれぐらい、はい、本当インパクトがあったら、高校生とかに受けるってことは、はい、絶対これ売れる名前なのよ、はい、売れることだから、はい、あこれも絶対成功だなって、はい、と敵ながらに、はい、悔しいけども思ってた、あこれ絶対良かったなと、本当にあれで良かったと思う、はいはい、でも本当に、宇治江さん本当にだから本当に良かったなって、うん、だから中野さんにそういうふうに言っていただいたんですけど、うん、でも自分で会社に多分言いに行っても、うん、あとはコングアジャで決めたんだから、ね、うん、多分終わるなって思ってたところに、うん、多分宇治江さんが、うん、言いづらいんだけどアジャコングって言っちゃダメって言ってくれたのが、すごくだから、うん、救いで良かったなっていうのが、で多分宇治江さんが言うことなので、うん、会社の他の人たちも、まあ、うん、宇治言うんじゃしょうがないなっていうところも多分あったんだと思うので、うんうん、よかったね、はい、本当にタイミングが良かったので、はい、コングアジャじゃ売れてなかったかもしれない、そうですね、はい、まあ、売れたと思うけども、はい、こんなに売れてなかったんだ、なので、はい、だ本当に今アジャコングで本当に良かったなっていう、良かったね、本当に、はい、本当にそうそうそう、今となっては本当にアジャコングで、ね、まあ、その後のいろんな構想が、ね、あるんだけども、はい、かな3回目やっちゃって、はい、あれでちょっと、はい、あんまりお客さんの金返せゴールとか、はい、とかもあったりとかして、はい、でその次の時、はい、なんかさ作戦とか考えてた？作戦も何もないですね、もう本当に竹とか持ってきたじゃん、そうじゃん、竹とかチェーンとか、まあと何だっけ、何持ってきた、アジアのあの時のルールが、はい、レフリーなしにして、そうですね、はい、凶器何でも使っていいっていう、はい、ルールだったよね、そうですね、セコンドが何でも入れられるもんだなって、はい、だけど何でもいい競技なんてすごいことだよね、危ないよね、そうですね、今考えたらね本当によく刃物とか持ち出さなかったなっていう、そうそう、だから、はい、そこはちゃんと秩序があったっていうか、はい、もっと怖いもの入れられるはずなのに、はい、あじゃあ竹のこの大きな太い竹のなんかすごい竹林に行って竹取ってきたんですよ、あそうだったの、はい、竹拾いに行って竹取ってきました、あらま、竹と2メーター以上、3メートルぐらいのね、そうですね、長い竹、はい、竹、本当の節だらけの竹と、そう、市内に勝つには竹だろって思ってそういうことだったんだ、はい、チェーンの長いやつ と、あとなんかロープ、あロープ、ロープね、はい、なんでロープ持ってんのあれ
しかもなんかあの太いそうですの、はい、結構こんな太いロープ、はい、ロープ、はい、であと、まあ、アルミ缶だよね。そうですね。それだけか。自分たちはそんな感じですね。そうだね。中野さんの方はあの三節棍とか三節棍とヌンチャクと、はい、あのハサミ持ってきた？ハサミ持ってました。あ、じゃあハサミ、ハサミ持ってました。ハサミは持ってました、ね。ハサミ持ってた、はい。そうそうそう。フォークとか持ってないね。フォークは持ってなかったです。持ってないね。はい、ハサミだ。はい。そう、それでハサミを取り上げて私が、そうです、はい、中野さんに、うんね、そうですね。ただ私は中野さんの太ももやってますから、太ももその前の1回目のやつで、はい、アメリカンでやってるから、はい、そうそう、まあそれは一体言ってこい、そうです、まあ、まあまあお互いさ、そうそうそう、まあ、それそうだったんだけど、はい、私も結構さ、いろんな、まあ、ギロチンやるとか、はい、いろんなこと考えたわけ、はい、考えたっていうか作戦考えたんだけど、はい、私も考えた、私は何にも考えてないです、とりあえず、で、あの1回目の時にすごくあのお客さんからの批判まで、うん、ただ、うん、自分の中ではとにかく中野さんに1回でも勝ったっていう事実だけを、うん、まず持っとかないと、うん、その後の土俵には乗れないと思ってたので、うんうんうん、だからお客さんのところにすごく批判をされて、まああのね、今の解毒を使ってあれでしたけど、でも誰もそれまで中野さんに勝った人が一人もいないので、勝ったっていう事実が、中野さんがトップになられてから誰も勝ったことがないっていう、うん、その事実をまず手に入れるんだっていうのがあって、うんうん、でも事実を手に入れたはいいけど、うん、あんなんでじゃあ次組まれて、しかも今度はレフリーもいなくて、うん、どうするって言われた時に本当にもうどうしていいか分かんない、もうどうにもならないぞ、竹を切りに行ったんだ、竹を切りに行った、とにかく物を置くことをで、まあ、周りにセコンダがそういうのを入れてくれるのは分かって、うん、あのセコンダがそういうのを入れていいですよっていう、うん、何でもしていいですよって言う、うん、でも中には二人っきりじゃないですか、うん、で自分でどうにかしなきゃいけないっていうのがあったので、ね、そうだよね、はい、しかもホールがなかったんだよね、ホールのカウント3で勝つことができなかったから、はい、外にエスケープすることだけで勝敗が決まるっていう、そうです、だから相手をどうやって本当に完全 KO して出るしかない、うんうん、でもなんかその勝ったっていう事実はあるけど、じゃあ次は完全 KO って、でも完全 KO なんかどうやったらできるんだろうっていうのをすごく考えたんですけど、でももう何の答えも出ないんで、まだからあの太い竹取りに行ったりとかするんですとりあえずいろんなものは用意しておくだけ、何か、はい、用意して何かのあれがあればっていうのと、あとはもうさっきのあれじゃないですけど、本当にとにかく裏剣を何十発もを打ち込むしかない、初めからやられてね、はい、あれはね、はい、それであのあの時にさ、はい、始まってすぐに停電しちゃったの覚えてる？あ、覚えてます、はい、会場が停電しちゃって、はい、もう一応つかみ合ってたから、はい、どこにいるかは分かるんだけど、はい、明るかったのが一瞬で暗くなったから、はい、全く何も見えなかったの、はい、でちょっと10秒か15秒ぐらいなったんだよね、はい、そしたらスポットライトがパーンいきなりバーンって、はい、でだからその時にもう休もうなんて思ってもいないけども、はいはい、あの時にね、はい、着いた時にもうどうしようみたいな、はい、暗いから動くこともできなかったんだけど、はい、もう引きずり合いながらこうやってたんだよね、はい、でなんとなくもうやりながら動いてて、はい、手探りで、はい、でスポットライトが当たってしばらくしてからちゃんと着いたんだよね、はいはい、あんなこと今までの女子プロの、あの中継の中でなかったって言われて、でもあれがもう前兆であったんだよね、予兆みたいな感じで、そうですね、だからなんか起きるぞみたいな、あんな、はい、もう奇跡的な感じだから、お客さんも一瞬演出だと思ったみたいですね、あ、バンって消えてスポット、しばらくしてスポットバンって入ったんで、あ、金網の試合ってこういう風な見せ方するんで、ちょっとじゃあ試合前だよね、それ一回消してあれすんのあって、コール終わってあれだよって、始まる前に一回ドンって押してスポットにするよねって、カンって言った瞬間にスポットじゃないと思ったんで、始まってからスポットっておかしくない、枕にしてとは思うんですけど、しかもね、ちょっとしてからだったからね、はい、それがあって、はい、であの時はセコンドもすっごくいい動きしてくれて、はいはい、セコンドもちゃんと試合してたんだね。そうですね、はい、京子がうわーって登ったの見えて、うん、でもこっちはメデューサがすごい大活躍で、うん、あれってさ言ってたの、メデューサにやってねとか、いや、メデューサにとりあえずはセコンドに何かが物とかあんな入れられそうだったら入れてねって言ったら、うんうん、あんなにあの人があんなにグワーって登ってきて、オラオラオラって半分排気かけるぐらい、そう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 、あんなにできるとは思ってなかったので、うん、あそこででもメデューサもかけてたところがあったね、はい、ここでちょっとセコンドだけでは終わんないみたいな、そうですね、うちのチームに入ったはいいけど、うん、メデューサってじゃあ、うん、外国人で入ってきて、あの成り物入りの美女で入ってきたけど、うん、それがダメでって、じゃあいよいよジャングジャックに入ったけど、うん、何ができんのって言った時に、まああの活躍すごかった、あれでやっぱりファンの人の見る目、メデューサすげえなになったので、ね、その前にアジャと、はい、そうですね、まあ、格闘技やってたから意思は通じてて、はいはい、で、ね、それが仲間になって、うん、その大活躍してくれたので、ね、で、はい、セコンド同士でもやり合ってたし、はい、そう、中は中でやってたし、そうですね、はい、だから全てが本当にどっちも試合してたってあれでしたからね、うん、みんながみんなでね、はい、そうそう、1回目が本当に金返しコールで起こっちゃって、はいはい、
これでもうどっちが勝つにしても負けるにしても、はい、何かしらのこう決着っていうか、はい、もうすごいものを見せない限りは絶対納得しないだろうなっていうのがあったからね、はい、最終的にこれで勝とうとかっていうなんかは考えてなかった、ね、何にもないです。だから完全 KO するなんてどうしたらいいかがわからないままに入ってるので、うん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 、中野さんを完全に倒して自分が外に出る、でイメージが全然湧かないままに入ってるので、でもだから最後、うんうん、あの中野さんがその最後今でもそうです、うん、ギロチンそのやられる映像とかでその後は何回も見たりとかしてるんですけど、中野さんがその前にやられたあのパワーボムでもう半失神自分でしてて、で中野さんが外にあもうあやっぱりでも自分でも動けないっていうのもあって、うん、でも動きたいけどあんまりもう体も動かないしぼーっとしてるし、で中野さんあもう多分あ出ていっちゃうんだな、やっぱり勝てなかったなって思って、うん、向きを中野さんが変えた瞬間、うん、あ違うこのままじゃないんだ、あ中野さん飛んでくるんだなって思った瞬間に半失神してる、体が動かないもそうです、うん、でもじゃあって何もできない、うん、もうどうせ自分でエスケープはできないし負けるのも分かったと、うん、でもだったら逃げるのだけはやめようって、何があっても死んでもいいから中野さんが来るのを絶対それだけの意地だけだなっていうのは下で思ってました、うん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 、何があっても半身しながら意識半分のままそう、はいはい、中野さんが降ってくるのを何が何でも受けてやろう止めてやろうって、それで死んだら本望だぐらいに思ってたんで、で中野さんドンって来た瞬間に本当に息詰まって、そこから一瞬記憶ないんです自分の、うん、でそうそうそう、でやっぱりあ苦しい、あ、うん、死んだと思って、あ死んじゃったって、でも絶対あれは逃げないと思ってたからって思ったら、うん、わー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 って声聞こえて、ああの世ってすごくうるさいとこだなってパッて目開けたらそれこそ別のとこにあれよく見知った顔がいると思ってセコンドがみんな、はい、でその瞬間にでも、うん、あ生きてるって思った瞬間に、うん、あ生きてられたんだって、うん、これで生きてられたなら、うん、怖いものはもう何もないってそこで逆に吹け思いました、はい、そっか、はい、アジャもアジャで開けて、はい、でもあそこから飛んでくる中野さんの方が絶対心境的にもうあれですし、うん、絶対すごいあれだったんだと思うんですけど、うん、とにかくでもさ中野さんがその思いで絶対に本当の意味である意味とどめを刺しに来てくるなら、うん、そのとどめは堂々と受けようっていう安心しながらいました。その覚悟があったんだね、はい、そうか私はもう、はい、アジャが動いてない、はい、もう本当はパフォームやりたかったけど、はい、半分閉じて、はい、余計に変な落ち方しちゃって、はい、落としちゃって、はい、で、まあ、動かないのをいいことに、はい、上から行ったけども、はい、私はもう背骨が突き出て死ぬと思ってたし、はいね、はい、あそうかアジャも死ぬと思ってたんだ、死んでもしょうがないなって、はいと思ってはい、でもこの試合して死んでもしょうがないなとは思って、うん、でも中途半端に逃げたりとかして変な怪我したりとか変なあれするんだったら堂々とやって死んでももういいっていう覚悟はなんとなく自分でしてたんです。だからそこで生きてる瞬間にあこれをって生きてられたならもうこの先怖いものは何もないって思えた瞬間ではありました。あなんか面白いな私はその後に、はいはい、結局アジャとずっと戦いがまだ続いて、はい、最後のシングルで赤いベルト取られた時に、まあ、もちろん完全に勝利で完全に負けたんだけども、はい、その負けた時に私は多分アジャと今の同じ気持ちだったかもしれない。負けたんだけどもそこですごい得るものがあったっていうか、まあ、そこで勝ってあの得るものよりも負けた時の方が得るものがあるのかもね。そうですね。ね、だからあの時に、はい、アジアは私にあれで負けた時にすごいものを手にしたんだな。はい、なので、うん、なかなかそのギロチンをやられたのも、うん、後々のそのインタビューとかで背骨突き抜けてもいいし、うん、でも、うん、その前の金網があるんで、うん、お客さんがやっぱりあれをしないことにはお客さんを納得させられない、うん、でその時点でやっぱり中野さんってお客さんとの勝負もされてるわけじゃないです か、うん、かそういうのを読みながら、うん、あそれは一生懸命中で中野さんにどうやって勝とう勝つすべもないわって言ってんじゃ、うん、勝てっこないなって、うん、でもあれを食らって生きてられる私だから、うんうん、じゃあこれからは中野さんがそういうふうな思ってるところに近づけるぐらいの感覚を持って自分も中野さんと対すると同時にお客さんとも相対して、うん、中野さんも1000歩ぐらい先行ってるところをできるだけ500歩ぐらい埋めたいなっていうのは、それは中野さんが見てる景色のお客さんも見るっていうこともそこから覚えさせていただきました、うん、よかった、はい、ありがとうございます。いやいやいや、でもあれで本当に自分のプロレス感とかがすごく変わった瞬間ですね、うんうん、自分が上に行きたい勝ちたいだけじゃなくて、うん、上に行くため勝つためにどうするのかっていう、やっぱりだからプロレスの、うん、面白さでやっぱり勝っているより負けていることが大きいっていうのは、うんうんうん、そこがやっぱりプロレスの醍醐味なのかなっていうのは、ね、本当だよね、
いろんなスポーツでもやっぱり負けた、勝つってなったらやっぱり勝った方に栄光っていうか、目がいっちゃうけども、プロレスはやっぱり負けても違う部分で勝つことができるっていうかね。そうなんですね。はい。そうなんだよね。あ、そっか。じゃあそこでそう思ったんだ。はい、だからすごくプロレスラーとして、本当の意味のプロレスラーとしてやっぱり形成できて、アジャコングっていうのが完成したのはやっぱり中野さんいなかったら、やっぱり、まあ、付き人としてつかせていただいてもそうですけど、ついてた人間が飼い犬が定款で裏切って、それはこうなるっていう。だから全てがこう自分の人生にとってプロレスをやるにあたってのすごいいい流れを作っていただいたのは全部中野さんのおかげなので、いやでもそれはもう本当にお互いね、お互い様っていうことでね、はい、もうこの話は本当にもう一晩でも足りないね。そうです、うん、ゆっくり飲みながら話したい、はい、そうですね、はい、ね、はい、まあ、そっか、はい、まあ、そのあれがあって、まあ、多分お客さんは絶対この話は聞きたかったと思うし、はい、いやお互いみんないろいろ思うことが違うものがありながらの戦いで、それを全部リングの中で出し合って、はい、ね、それを得るんだね、またね、はい、そうです。だから、うん、途中から中野さんが後々中野さん引退とかされてからのインタビューとかで、うん、でもリングで会話ができるようになったっていうことも言っていただいてたんですか、うんうん、だからあれはすごく嬉しい。やっぱり、うん、普段降りて全然もう会話することもなくなっててっていうのはありましたけど、ただリングでは一番合ってて、でもリングでもやっぱり多分最初のうちは中野さん一生懸命会話してくれても、多分こっちが会話になってなかったと思うんですよね。多分子供を過ぎて言われてることがわかんないわーっていう感じだったのが、だんだん会話としてできるようになってったっていうのは、やっぱりでもあの金網をきっかけにしてっていうので、だんだん、あ、こういう風な感じでこう来るんでしょ、じゃあこう行きますねみたいな、うん、どうですか、こうこんな風に言ったらどうですか、あ、じゃあお前そう来んならこう行くよみたいな感じの会話をね、すごくさせていただけてたっていうのは、だから最初の1年のギスギスしてるよりは、だんだんこうなんすかね、見てる人たちは相変わらずむちゃくちゃしてるなと思う、むちゃくちゃしてる中にも信頼感っていうか、なんかそういうのがすごく、だ、何しても大丈夫中野さんならっていうのをすごく強く思ってしまった部分はあるので、私もでもそれは思ってたね、はい、あ、今日ちょっと調子悪いんじゃないかなとか ね、 そういうのがね、はい、なんとなく雰囲気とか匂いとかでも伝わってきて、はい、まさかね、そんなふうに思ってると思ってないね、はい、お客さんはね、そうです、お客さんはね、うん、もうでもまあね、やってること、うん、やってるのは自分も、うん、やらなきゃやられるが、うん、その根本は変わらないんですけど、うん、でもそのやらなきゃやられるが、自分勝手にやらなきゃやられるじゃなくて、中野さんがこういうふうに包み込んでお客さんとかの勝負してる、じゃあそこに自分もそこに行けるような勝負をしながら、うん、もうちょっと中野さんに勝れるためには何をしたらいいのかっていうのも考えるようになりました、うん、だからそういうふうなトレーニングも、じゃあどういうふうにしていくのがいいのかとかも考えますし、し、うん、いろんなことを考える時期で吸収させていただく一番のあれだったと思います。でも私もアジアとの戦いがあったから、あの先まだ長くやりたいっていうのをすごい思った、はい、負けた後、はい、もうやりたいと思ったね。あれがやっぱアジアじゃなかったらやめてただろうし、まあ、でも本当にきちんとそういった意味で中野さんは超えさせていただくっていうか、きちんとリングの上でチャンピオンで、その受けていただいて、自分がちゃんとこうやってよく超えたなって言っていただいたって、すごく本当にあれはありがたくて、まあ自分そこからずっと長くやってるんで、なかなか後輩がそこまで落ち着いてこない、まあ何回か後輩でもすごい、まあ今里村なんかも出てきて十分あれだったりするんですけど、でも中野さんの姿を見て、そこで本当にあ、よくやったなって言いながら、でもまた先行かれたじゃないですか、アメリカ行かれてチャンピオンになられてって、あーって、で中野さんからベルトを受け継いだ時に、勝ったっていう喜びより明日からどうしようと思ったんです。中野さんをずっと、中野さんをずっと追いかけてきたので、そこのゴールに来たら明日から何すればいいか分からないっていう自分がいて、どうすればいいんだろうって、そこを目指してやってたのに、もうやることなくなっちゃって、だから本当にだから自分もだからやめようかなっていうぐらいだったんです。それ初めて、本当に初めて聞いた。結局そこをずっと追ってきたので、追ってきたところにたどり着いちゃって、逆にアジャのが先にやめちゃったじゃん。そうなんですよ。でも本当にそうです。どうしていいかが分かんないと思って、たまたまあの日から対抗戦始まってっていうのが、でもそこにだから乗れない自分がいたので、一番最高で最強な人倒して、よその団体出てきて、やるぞって、で、いやね、山田豊田全長一番だとか、でもそんなレベルじゃないんだよ、もうそんなんどうだっていいんだよ、一番世界で最高最強倒したっていう、一応その現実としてなってしまって、明日から何していいのか分かんない、どうしようって、もうだからプロレスに対して何をしていいか情熱がない、でも対抗戦始まったりとかしてっていうので、一応それでお前じゃあこういうのやれって言って、
で最初に中野さんと組ませていただいたの、うん、あそっかアリーナとかも出させていただいたのも、ね、うん、と申し訳ないですけどハレー選手とイーグルで、うんうん、相手としてあの普通にプロレスはできるんです。でも相手として、うんうん、そこにそのレベルでできるかしたら、うん、やっぱりそこではないなっていうのがあるので、うん、お祭り感覚で出るのはいいけど、うん、対抗戦は自分は勝負の場ではないと思ってたので、思ってた初めは思ってました。あの時あの最終的には対抗戦で誰とライバルでやってたの？関西です。あそっか、はい、あそれは見応えあるね。えでもそれはアジアの中で見つけたっていう感じだったの、それとも対抗戦で誰かを探さなくてなっていう感じだった？いや探す気はなかったですよ。太鼓さんだから、うん、みんながその他が盛り上がってた、うん、たまに お祭りで何かがあれば出ればいいんでしょ、うん、ぐらいで、うんうんうん、自分はそこの輪には入るもんじゃないと思ってたんですけど、うん、その JWP の4対4っていうのにあので、うん、全勝 対 JWP の4対4っていうのを JWP の試合でやってて、うん、その4対4のうちに5分だけみんなそれぞれシングルをやるっていうので、うん、初めて関西とシングルをやった時に、うん、なんかちょっとあ面白いなこいつっていうのが、うん、あのそんなにあこいつすげえライバルっていう感じではなかった。あなんかちょっとこいつ面白いなっつ、うん、なんかこいつともうちょっとやってたらちょっと面白い。でも堀田さんとずっとなんかライバルストーリーとかあったんで、関西と堀田ちゃんが、はいはいうん、だからでもなんかちょっとやったらすごい面白いなこいつとは思ったんです。でその後になんかちょっとずつ当たるようになってったら、うん、あこいつあ外にも面白い人いるなっていうのは、うん、じゃあ前場の中にはもういなかったけども、はい、ちょっと違うタイプだった、はい、前場の中にいないタイプ。そうですね、はい、自分が一番嫌でーっていう、ちえちゃん嫌でー、うん、一番嫌でーっていう、うん、似てる似てるっていう感じ、うん、そうです、うん、でそれどういうふうに思ったの？いやこん、うん、でも自分の中で全場で育ってきたあれがある、うん、でも、うん、だある意味あれよその団体で育ってる人なのに、うん、そのシングルを初めてその武道館でやった時に、うん、リングで会話できんのこの人って思って、あそう思ったんだ、はい、おもろいなこいつって、うん、でもだからもっとこれやってらもっとこれやったれって思ったら、うん、すごいなんか最後終わった後に、うん、そうあの裏剣とか警戒してる、うん、最後あの水車落としやったらあんな聞いてへんであんなやられたらどうするちえちゃんここ痛いでっていうのをずっとインタビューで言ってるのとか聞いて、うん、面白い人この人と思ったんですけど、でもあ外に会話できる人っているんだって思った瞬間に、あ前女っていう中しか見てなかったから、うん、あなんせって視野が狭かったんだろうって思って、うん、そっからですね対抗戦で、はい、あの自分のライバルになる人もそうですけど、うん、いろんなとこのいろんなそれぞれの面白い人を、うん、面白い人を探しに行きたいな、うん、別にそのすごく強い人とかじゃなくてなんかこう前女にいなかった、はい、自分がこう引っかかる人、はい、会話ができる人、はいを探す。そうです。だからその探したいなが結局前場を出てフリーになろうのきっかけにもなってると思うので。あ、そうなんだ。はい。そのフリーになったっていうのは、はい、前場がもうそのダウンしてる時、あのそうです。あ、まあ給料ちょっとはい未払いも、ただ未払いとかになるちょっと前ぐらいに自分は、うん、あの前場の中にやっぱり京子と豊田がいたんで、うん、あそこら辺とベルト取ってっていうのをすごく、それはもう試合としてはすごく楽しくて、うん、すごくあの、うん、もう勝っても負けても良かったんですけど、うん、でもでベルト取られて、まあ、トヨタとか京子がチャンピオンになって、うん、でもアジャ様はアジャ様ですよねってされてるのが、うんうん、すごく居心地いいんですけど気持ち悪くなってきたんですね、うん、うーん、なんだろう、何が変わってきたんだろう、それはアジャの中で多分、うん、自分がなかなかベルトを受け継いだ時も先輩たちいて、うんうん、先輩たちは言ったんです。でもやっぱり自分が前場の赤いベルト持ってしょって立ってる人間で、自分が引っ張っていかなきゃいけない先輩がいようと思って、でそれは中野さんもずっと見せてくれた背中で、そういうふうな代々赤いチャンピオンのベルトはそうなんだっていう、だから先輩いても自分が行くぞで、やっぱりそこでしかも対抗戦がちょうど始まってて乗れなかったですけど、そういう面白い人見つけてよし行くぞって言った時、みんなでよし行くぞ前場はこうだっていうふうに同じ方向向いてやれてたんですけど、で自分がそのベルトを取られててもなぜか温度を取ってるのが自分だなって思った瞬間、違う、それは違う、チャンピオンがこれはやらなきゃいけないこと、うん、でも自分がこうやっている限りはどうしても、うん、あのベルトは持ってなくてもね、みんなが、はい、みんながそういうふうに言ってくれるのもそうだし、うん、チャンピオンも一歩引いてくれちゃうし、うん、で、まあ、トヨタだったのもあるんですけど、うん、自分のことが、うん、自分のことしかやっぱり見ないっていう、うんうん、トヨタまだあの性格なのであれなんですけど、でもそこもあるんですけど、でもそれはいるからもあるし、でファンの目とかもそういう感じになっちゃってるのがすごく居心地のいい場所だったんですけど、でもこれは違うなっていうのもあって、であとはやっぱり外にいる面白い人をもっと見たい、探したいっていうのがあったので、ちょっと出ようかなと思って、うん、じゃあ前場のその
こう下がっていっちゃったとか、はい、給料出ないとかには関係なしに、もうその前からちょっと思ってたんだ。そうですね、そのちょっと前ぐらいから、はい、そういうふうに思ってて、ただちょうどそういう時期と重なって、あ、どうしようかなと思ったんです。でも、まあ、会社に行ったら、あ、いい、分かったぞって、で、あのフリーとして、プロレスを辞める気はないんですけど、ってフリーで逆に前所という看板が外れて、アジャコングの名前でどこまで勝負できるか、できるところまでやりたいです。ダメでどたれ死んだら、その時はその時ですって言って、いう話を会社に聞いたら、じゃあいついつまでねっていうことで、2ヶ月後ぐらいまでねっていうことで、はい。それは全長、会社とかみんな社長とかもいて、まあ、それも最初国松さんに話して、うん、もうで国松さんの OK もらって、あとは大丈夫だって言われたので、うんうん、それ OK 出たんだ、はい。じゃあ2ヶ月後に、じゃあその、引退式じゃなくて発表だけだよね。発表して、はい、で武道館で最終の試合っていうのをやって、全場所属としては、はい、所属最後の試合っていうのをやって、その次の日から、フリーになるんですけど、ちょうどその武道館の時は、京子とかがもうマイク持って今日で辞めますって言った日の武道館なので。あ、そうなんだ、はい。でそのところって京子とか知ってたの？あちゃが辞める、まあ、その発表してる、発表はしてるので、はい、そうか。でそれで京子たちも言ったんだ。そうですね。で一気に崩壊した日がその日だったので、その日だね、はい。それでアジャはそのフリーっていうのは何のつてもなく、ただ単にもうフリーですっていうふうに。そうです、前場にいろんなちょっとご連絡とか来たんですけど、うん、基本的にでも前場を辞めるまでは、やっぱりそこは今はあれ、今だったら違うと思うんです、うん、その頃ってフリーの選手もそんなにいなかったので、うんうん、どうしていいか分からなかったのもあるんですけど、ちょっとお会いしたいです、ちょっと、お話ししたいですっていうご連絡もいて、うん、ただこの日まで私は前場の選手なので、前場人間なので、武道館まで、うん、だ武道館が終わって前場を辞めるまで私は前場の選手なので、うん、他とお話し合いとか、うん、どこに出ますっていう約束はできませんっていう話を、うん、はい、させていただいて、うん、で、まあ、前場が終わって次の日とかにいろんなところに話して、うん、わーって話して、まあ、どこに出るのは FM、 そのところの FM とか、うん、JD とかに出ますっていうので、うんうん、それは、フリーとして出るってことで、どっかの所属になるとかじゃなくて、はい、あ、そうなんだ。そのフリーの時期っていうのは続いたの？結構フリーは、そのアルシオンを始めるまでとか、まあ、でもアルシオンでも選手としてはフリーのあれだったので、うんうん、あ、アルシオンはもうできてたんだ。アルシオンはそのちょっと後にできました。ちょっと後に、はい、アジャがフリーになってから、フリーになって3ヶ月後ぐらいになんかアルシオンできてるので、アジャが作ったんじゃないんだ。もともとは小川さんが、うん、でそのアルシオンっていうのをやろう、新しい団体作ろうと思うんだけど、うん、選手としてじゃなくって、フロントとしてプロデュース側として来てくれないかっていうことだったので、うん、はい、あ、じゃあいいで、ただ選手としては私はフリーで他に出ますよっていう話は小川さんにしたら、それでいいよっていうことだったので、アルシオンにはじゃあ試合には出なかったの？試合にも出てました。だからフリー扱いで、まあ、とは言いつつもアルシオンの試合があればでき、でも他の、その頃ガイアとかで、ガイアとかと被って大きい試合だったらアルシオンじゃなくてガイアに出てたりとかもしてましたね。そうなんだ、そうだった。アルシオンは作ったのかと思ったの。まあ、もともと小川さんと一緒に、だ最初に始めた、でも最初にやるって言ったのは、まあ、その小川さんが自分でその、まあ、前場がそういう風になってきてたんで、うん、何かをやるっていう話で、うん、最初だそういうのやろうと思うって言われた時、最初断ったんです。でも、うん、無理無理って、それだったら前場を辞める必要がないから、うん、どっかに所属するなら前場を辞める必要がないので、うんうん、所属をするのは私はもう前場のあれしかないと、うんうん、アジャコングっていう名前一本で全日本女子プロレスを離れて、アジャコングで仕事がしたいからフリーになるんだからっていう話をしてたら、小川さんから、いや選手としてじゃなくってってプロデュースの方でっていうことだったんで、あ、じゃあそれなら分かりましたっていう、はい、まあ、結果としてやらされるんですけどね、そこのだって結果やらされるんじゃんそうかそうか、はい、それがあって、はい、アルシオもそのフロントとしても辞める、フロントとしてもそうですね、やっぱ小川さんと会わなくなってフロントとしてもやめたって言ってやめて、うんうん、でそこからまたフリーで、まあ、ずっと、はい、ガイアとかフリーで上がってて、うんうん、でまあガイアがその解散するってなって、うん、でもその時まだフリーだったんです、うん、ガイア解散して、うん、でガイアを出された、まあ、尾崎の下にいた子たちを尾崎がどうしようってことで、うんうん、大津アカデミーを25年前に、まあ、団体として作ったのがそこで、うんうんうん、尾崎が社長で、尾崎が社長になってちゃんと作るって、うんうん、で、うん、そこにフリーで上がってたんですけど、ずっとね、はい、フリーで上がってたんですけど、うん、もうオズに入ったのも尾崎に半分騙されてなんですけど、うん、オズの最初にベルト
何年かベルトの中でベルトを作るのに、うん、今までは団体のそういうあのいろんな人がみんなどこの団体でも、うん、あの挑戦できるけど、うん、オズはオズの所属の人しか負けないベルトっていうのを作りたい。でも所属選手が今4人しかいないと、うん、それはちょっと困るんでリーグ戦をやろうと思うんだけど、うん、4人ぐらいの所属じゃ困るからちょっと、うん、あのリーグ戦やる間だけ所属ってことで入ってくんないかって尾崎に言われて、その期間だけで、はい、うんうん、あ分かった分かったって、うん、でリーグ戦やって結局優勝して、うん、初代チャンピオンになってチャンピオンチャンピオンになっちゃったけど、うん、ってでもあれだよねってもうリーグ戦終わったからって言ったら尾崎にいやベルト取った人ね1年はね所属でいてくれないか困るとって言われてそんなのさっき聞いてない最初に聞いてないよって言ってでベルト持ってあ分かったってずっと所属でいてでしばらくしてあのベルト取られてるんですね、うん、あの下の子に取られて、うん、で取られたからもういいのかな、うん、取られた人ね取られてから1年間いなきゃいけないのっていうそのずっと繰り返してここまでオズにずっといるっていう、そうなんだ尾崎にまんまと騙されたいやいやいやでもなんかあの合ってるっていうか、はい、馴染んでるねもうね、まあそうですね、うん、今ははい でもそのそうやって最初は所属選手だけって言ったのも結局それじゃ回らなくなってたら尾崎が途中から、うん、誰でもあのあなったの、はい、あ今どこの誰でもあの挑戦できるよってなったんでじゃああの時の所属になったあれは何だと思う欲しかったね、はい、尾崎から、うん、いいじゃんいいじゃんっていうだ尾崎に今もう本当完全にリング敵対なんであれですけど、うん、いいじゃんいいじゃんじゃねえこの野郎って言ってお前うるせえなこの野郎っていうそうか、同期なんだねじゃあ一応ねそうです同期です、はい、プロレス始めたのも同期です、はい、あじゃあいい、はい、あ面白いライバル関係なんだね、はいそうですね、でもまあ育った環境が全然違ってで、うん、でもそういう風な形でっていうので、うんうん、尾崎のことはどうレスラーとしてはもう何度も当たってると思う、はい、あでもその太鼓戦やった時にだ関西をおもろいやつがいるなと同時に、うん、うわ死ぬほど気の強い女がいるって思ったとやっぱりプロレスラーで多分、うん、自分が見てきた中でこの人本当に行っちゃってんじゃないっていう気の、うん、本当気強いなと思ったのは自分の同期の工藤めぐみと尾崎真由美2人だけなんですね、うん、そうなんだ、はい、そうか私ねあの尾崎ね1回しか当たったことないと思うんだけども、はいはい、この選手は上手いなと思ったのあ私本当、はい、もし膝の怪我をしてなかったら、はいはい尾崎と多分やりたかったあ、はい、で尾崎はどこの団体にいたとしてもやってたかもしれない、はい、そうですね、はい、試合ももちろん面白いですやっぱり気の強さが本当強多分本気で気の強さの部分でグワッてぶつかって、うんうん、やったら負けになってるのは工藤恵と尾崎真由美だけって私いつも言ってるんですけどでも本当にそれぐらいだ絶対にあの小ささで負けてたまるかって、うん、でもそれがあるんでオズっていうのも25年間社長としてもいろんなことがあっても、うんうん、だから誰が何か言ってもあ私が悪いで済むならそれいいよ足が悪いんでしょ全部って言ったらお前が悪いんだよっていつもお前が悪いんだよって言ってるんですけど姉御肌のとこもあるんだねそうですねはいあそうなんだだ人に嫌われるのを怖がらないっていう、うん、それででも自分でこういうふうにやっていければいいんじゃないっていうのがあるので、うん、今の面白い人間だね、はい、そうですね今のヒールの正規軍っていうのをやってるのぴったり合ってるんじゃないかなっていうぐらいですけど、うん、でも試合は本当にやってあの小さいんですけどぶっ飛ばしがいがありますね、うん、やっぱり本当にだけど頑丈だよね頑丈ですはいなのでない、ねはい、なので何してもいいやと思うんです尾崎には私もなんかすごい思いっきりできた、はい、一瞬だったけども、はい、でちょっとなんか足が短かったからそうですね、すごい、あ、なんつうんだろうやりやすいし怪我しないのも見てて分かるから、はい、あそう面白いなんですよねそうですだから前女にはいない全然タイプだったので、ね、ああいう選手ができるんだよねそうなんですはいやっぱでももし前場にいたら違かったかもねそうですね多分前場にいたらあそこまで通じなかった、うん、だから関西にしてもそうですけど、うん、前場に入ってたら、うん、ああいう風な形では出なかったろうなって、うん、もう大崎もそうですしでキューティーもそうですけど、うんうん、みんな前場に入ってたら違ってたんだなって、うん、だからジャパン女子に入って、うん、あの人たち正解だったんだなっていう、うんそうだね、正解だったね、はい、でも関西もねそうだね、はいそうかそうか、うん、じゃあ待って私アルシオンにね、はい、アルシオンじゃない前場に辞めた時ってそんなにスパッと辞めてるって知らなかったの、はい、もうスパッとでちょうどアメリカ行ったんだけどそうです、ね、ゴルフでアメリカ行ったんだね、はい、でも全然プロレスとはあれ離れたんだけども、ねはい、だからその前場の最後の時とかっていうのも知らなかったし、はい、そのアジャが抜けたっていうのも、はい、あの給料が出ないとかそういうの聞いたから、はい、それでかと思ったの違かったんだね、はい、だその未払いとかもちょっと、うん、でもそんなことはもういいんだけどって、うん、そうじゃなくってって、うん、あの自分がその外でいろんな人とこうやっていきたいっていうのは、うん、でも対抗戦がちょうど下火になってきたんで、うん、会社からすると対抗戦の中をもう充実させなきゃいけないしっていう、うん、外に金使ってる場合だし、うん、もう会社もあれだしなんて言ってたんで、うんうんでも自分からするとそうやってだからまあ関西ももちろん関西がきっかけなんですけどでもそのまあ尾崎もそうですし、うんまあ、
キューティーとかもやっぱりあの体で打たれ強かったりとか、うん、そういうのとかを見てると、うん、外に面白い人たちいっぱいいるのに、うん、またこの中だけでやるのかって思うと、うん、じゃあもっといろんなとこ出ていろんなことしたいんですよっていうのがあったので、でちょうどその当時にチコさん長代さんがちょうど一回引退して戻ってこられてた時期でもあって、うん、でまあ、ガイア立ち上げるか立ち上げないかぐらいの時で、うん、その会社にそれもあったんですね、長代さんとやりたいんですって試合もしたいんですっていうのも言ったんですけど、そのちょうど両国かなんかがある時期で会社にお前が連れてきたらやっていいよって、自分の前女でやったらいいけど、はい、前女で、はい、連れてきたらいいよって言われたんですけど、でそれで本当に自分で会いに行ったんですね、あのコンタクト取って連絡して、でもやっぱり対会社っていう話をしなきゃならないって言ったら、会社はいや会社うちの会社から頭下げる筋合いなんかないんだからする気はないよって言われたので、そこであじゃあ自分がやりたいことをやるんだったらもう外に出るしかないなって、外にいる面白い人とかいろんなことっていうので、それがきっかけで多分、はい、出たっていうのも多かったので、はい、実際長谷さんとじゃああっちのガイアでシングルとかも戦って、はいはい、どうだった、初めて本当に多分憧れ強すぎて夢見心地すぎたので、うん、プロレスラーのアジャコングじゃなくて子供の頃のシシドエリカのまま行っちゃったんで、うん、だ自分では何をしたんだ、何がしたかったんだろうなっていうので1回目は終わったんです、はい、でも2回目以降はちゃんともうその憧れがないっていうか、うん、綺麗にちゃんとプロレスラーとして自分がちゃんと消化できてやれるようになったんで、アジャコングとして、はい、すごくでもそこは楽しくやらせていただきました、ね、それは、うん、うまかった、うまさがやっぱり、そうですね、やっぱり、はい、すごいな、やっぱり見ててやっぱりすごいな、あ憧れて、あやっぱこういうところに自分たち憧れてた、でもその憧れを乗り越えていかなきゃなんないんだよね今自分はね、うん、っていうところがすごく出せたので、はい、最終的にそのシングルとかっていうのは決着っていうのは、あ、じゃあ勝ったりとかもして1回目のその、はい、あの時はタイトルです負けたんですけど、その後はタイトルとかで自分が勝ったし、勝って、うん、その後は多分そこから多分負けることはなかったと思いますね、はい、でもそのたんびにいろんなものをもらった、吸収できるものはいっぱいあった、そうですね、うん、はい、その当時の憧れた気持ちとか、うん、ああやっぱりこういう、あ、うん、やっぱりこういう、あ、そうですね、プロレスのやっぱうまさとかすごい、うん、駆け引きもすごいな、うん、っていうのがあったんですけど、うん、まだその吸収する分は吸収させていただいてっていう形で、うん、はい、うん、そうか、そうね、あ、じゃあ長谷さん好きで悪役の時に、そうですね、もともとは、はい、長谷さんに3月もらったっていう、ね、はい、いただいて、はい、でさ、なんかね、その時にね、はい、ダイブしてから、え、そのサングラスどうしたのって言ったら、なくなったとかあるか、いやいやいや、あります、あります、うちにありますよ、まだまだ、今までにちゃんとあります、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですって大丈夫です、うちにちゃんと、それはもう完全に宝物の箱にちゃんと入ってるんです、ただ、なかなか今ね、うん、外にして出れるような感じの、三十何年前の形なので、あ、そうか、もう本当にしまったんです、そうですね、はい、あ、そうだった、なんかね、はい、なくなったっていうようなインプットがあって、はい、あ、なくしちゃったんだ、じゃあみたいな感じで覚えたんだけど、違うんだね、本当ある、はい、あります、あります、はい、ちゃんとそこは、はい、そこは そんな失礼なことは、はい、なのでさすが、はい、ちゃんと素晴らしい、はい、分かりました、もう本当に聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、あっという間に、もう本当にあずたはね、本当あっという間だったね、いえいえ、すいません、なんかベラ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 好き勝手喋りまくりまして、もう最後に最後の人ですね、はい、アジャのこれからのアジャコングとして、はい、レスラーとしてと、あと、まあ、プライベート、はい、シズエリカとして、はい、これからどういうふうにしていきたいか、そうですね、うん、まあ、アジャコングとしては、まあ、これからも上がり続ける限りは、うん、ね、リングに上がって、うん、本当に最終目標としてはもう80歳90歳ぐらいになって、うん、こう点滴聞きながら、うん、面白い、もうよぼよぼになりながら来て、うんうん、対戦相手がやる気ままに来て、うんうん、殴れなら殴ってみろっつって、うんうん、やっぱりそんなお年寄りは殴れないって言ったら、じゃあそこに寝ろって言っても連戦連勝を重ねたいなとは思うんですけどでも本当に最後の最後の終わり方としてはやっぱり昔は本当に今やってることが明日できなくなったら明日でもやめてやるようになってたんですけど、やっぱりプロレスの面白さを知っていくとどんどんやめられなくなって、どんどんもっとこういう形、もっとどんな形になってもその時の自分の状況でいろんな面白みがあったりとか、いろんな相手が出てきたりするので、でまして今こうアジャコングっていう風なものになって、うん、まあ、もうアジャコングになってもう30年以上経ちますし、うんうん、でまあ、年ももう50も超えて、うん、ってなってくる、アジャコングの方が長いんだもんね、アジャコングの方が長くなりましたね、うん、もうシシドエリカより、はい、アジャコングでいることの方が2分の1だよね、はい、多分アジャが、ね、そうですね、はい、でも多分これはこの先自分がじゃあ例えばリング上がらなくなってもアジャコングは一生アジャコングと見られるので、うん、だからよく、まあ、引退式とかどうするのとかも、いつまでやるの、引退式どうするのとって聞かれることもあるんですけど、うん、もう逆に言うともうここまで来たらもう引退式なんてないし、いい、ね、うん、で何が一番ってやっぱり馬場さんの生き方にやっぱり憧れる部分があるので、うんうん、人生終わる時がアジャコングの
引退式なので、うん、だ葬式がもう引退式だなっていう、それじゃない限り人はみんなやっぱりアジャコングとして見てくれるので、うんうん、だそこまであのアジャコングというのを貫いていけたらいいなというのが、はい、ありますね。ババさんはそうだよね。そうですね。あれはあのやっぱりババさんの生き方っていうか、はい、あのプロレスラーとして最高で、うん、すごく素晴らしい、うん、あの本当にもう一番理想でもありますし、うん、でもあれができるのってやっぱりババさんだったからっていうのがあるんですけど、うんうん、でもそれを女子で初めてやってみたいなっていう、まあね、ジャガさんももう引退はされないからっていうのを言われてるので、うん、まあ、生涯ジャガ横田で行かれるって言ってたんですけど、うん、でもまあ自分もなんかそういった部分であの、まあ、今こうやって息が長くなってきた中でも生涯プロレスラー生涯アジャコングでっていうの でその生涯が終わる時が人生終わる時がアジャコングもシシドエリカも同時に終わっていいんじゃないのかなっていうので、うん、そこまでちょっ と, あの や, と、はい、やっていきたいなと、はい、思います。私生活はそうです。だからでも今そのプロレスとかのするのがすごく楽しすぎて、うん、私生活の方で何か楽しいことなんかあるんですかっていうと、うん、あんまり芸能の仕事とか、あ、そうですね、そういうのも、はい、楽しかったりするんですけど、うん、ただそうですね、私生活の方っていうかあと、まあ、プライベートとかでもそうじゃ、うん、やっぱりあと海外いろんなとこもうちょっと行きたいなって、一時昔若い頃海外よく遊びに行ってたりとかして、うん、でもそれがあのここ何年かやっぱり、あ、日本がいいなって国内に行ってたんですけど、やっぱり、まあ、このコロナになってからやっぱり、うん、まあ、日本国内もそうですけど、世界にやっぱりいろいろ出れなかったりするっていうので、うん、世界中のプロレスを見て歩きたいかなって、うん、個人的にっていう形で、はい、アメリカとかは、はい、行かせていただいたりとかも、ね、短期ですけど、うん、メキシコとかもあるんですけど、うん、で去年一昨年ぐらいにあのヨーロッパもイギリスも行かせていただいたりとかして、うん、あ、世界中にプロレスってあるんだなっていうのがあって、それをファンとしてちょっと見てみるのも面白いかなと思いながら、あ、ファンとして見るのが面白い、はい、あの日本のプロレスとか、うん、あのアメリカとかメキシコじゃなくて、うん、いろんなところにあるいろんなプロレスとか、うん、いろんななんかヨーロッパとか各地にあるらしいので、うん、そういうのをヨーロッパを見ながらそういうのを見てみたいなとかも、うん、はい、面白いね。なんか、はい、またアジアが他のプロレスを見ることでまたアジア国が変わると思うから、はい、それはもうすごい面白い、そうですね、アジアが、はい、また違う新しいアジアになると思って、はい、もういっぱいいろんなことを聞きました。いやいやいや、もうありがとうございます、うん、もう最終的に馬場さんをもあの目標というか、はいはい、それを持っているというのも今日今初めて聞いて、はい、それはちょっと新しい発見だったな。アジアのことは何でもしてるつもりで勝手にいたんだけども、いやいやいや、はい、あ、そういうことも思ってたんだとか、はい、まあ、あの離れてる時間がちょっと長かったし、はい、一緒に、まあ、戦ってないからなかなか知らないこともあるけども、はい、なんとなくアジアのことはいつでも分かっていたいなと思ってて、いろんなことを見たりとかしてたんだけど、はい、あ、馬場さんみたいにあれだったんだ、そっか、はい、でも絶対それはなんか女馬場さんになれそうですね、はい、それはね、うん、なんか唯一変じゃないかなっていう、想像しただけでも変じゃない、なんかちょっとおばさんになってしまった人がおばさんに、はい、を想像するとちょっと違うなと思うんだけど、はい、足だったら、はい、多分おばさんじゃないと思うんだよね。だからそうですね、あのメイクしてる限りは多分大体ずっとアジャホングでいられるのでね、はい、本当にもう生涯、本当にそう、はい、生涯アジャホングが一番合ってるね、はい、はい、いや本当にでもあの今日はあのお礼も言いたかったんだけどね、いやいやいや、あの本当にアジャコングがいたんで、はい、あの私も長くプロレスをやることもできたし、いやいやいや、その後の人生をすごい考えるっていう力をもう本当にアジャから教わったと思うので、いやいや、本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当に中野さんのおかげで本当にプロレスラーとして確立できましたので、はい、なので今の自分があるので本当にありがとうございます。ありがとうございました。また今後もよろしく。今度はあの、ね、だいぶ時間経ちました。昔そのアジャコングとかになるちょっと前の時に戻った、一回またぜひご飯とか一緒にあの若い頃本当にめっちゃご飯食べさせてもらってて、もう中野さんについてからめっちゃご飯食べさせてもらってて付き添させていただいて、めっちゃご飯食べさせていただいてて、ぜひぜひ、はい、ご飯食べながら、ぜひぜひ、はい、飲みながらよろしくお願いしますそう、中田さんのおかげで私ビール飲めなくなりましたからその話も今度ゆっくりさせていただいて、今度またお願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。 YouTube の企画で今日は交換メイクをします。相手はアジャコング選手です、はい、よろしくお願いします。今もサングラスであれですけど、あの、ね、まさか私のメイクを中野さんにしていただけると、初めてですもんね。初めて、中野さんのメイクを私にしていただくっていう、あの当時戦ってた2人なので交換なんて考えられないようなことだと思う。本当に、はい、いや、いや私でもアジャのメイクは、はい、あのいつも見てたけど、これ対戦で見てたから、はいはい、私の顔には絶対に似合わないと思うの。あーで、はい、多分アジャは彫りが深いから私のメイクは合わないと思うの。私がほらあんまし
堀がないから、そあれなんですよ。そうですか。アジアになっちゃったら、私のっぺりになっちゃうんじゃないかなと思って、すごいちょっと怖いんだけど。いやいや、そんなことない。かっこよくお願いします。なかなかでも、自分のメイクするのは全然あれなんですけど、うん、人にメイクするのがなかなかこう慣れなくて、はい。たまになんか あの企画とかで、うん、あるんですけど、うん、男子の団体とか出て、一緒に出る男の子が、はい、一緒にちょっと僕もしたいんでって言ってやるんですけど、やっぱり自分の感覚と違うんで、なかなかちょっと、ね、はい。失礼いたします。じゃあまずは、あ、どうぞ、こんにちは。まずですね、自分のここの枠からですね。はい、何色枠は黒の黒なんだ。普通のペンで、はい、失礼します。これ、普通のアイペンシル？そうだ、眉墨ですね。眉毛描くやつ。はいはい。それで、ここからこう、まずこっち。結構顔いっぱいになってんのね。そうです。鼻の付け根から。鼻の付け根からこっちを持ってきて、まあ、ここから、あこの辺りか。ここら辺に向けてこういう感じで持ってきさせていただいて、はい。これアジャが考えたの？そうです。一応自分でがただ、うん、元となったのは、うん、大丈夫。昔スティング、スティングが、はい、スティングがこういう感じのってあんまり本当はロドリアズやりたかったんですけど、うん、難しすぎたので。うんうん、でスティングがなんかこういう感じのちょっとこんな感じのやつを、はい、うん、やってたので、うん、それをちょっとパクりながら、うん、白黒でシンプルなのをそれをパクりながらやってってっていう感じ。色は全部自分で色は全部自分でした、はい、そうなんだ、はい、すみません、鼻のところ行かせていただきます。一応今これでラインだけ、すみません、どうしても人にやるとガタガタしちゃうんですけど、ラインできました、はい、これがライン、はい、それがラインで下地の、はい、あとはもうそこに、うん、塗り絵状態で色を出ていくだけなので、うん、じゃあ赤でしょ、赤と青と緑です。赤、青、緑、これなんで、はい、なんでこの色にしたの？あんまり、ただ、うんうん、ヒールってやっぱり黒が主流だったじゃないですか、うん、で、はい、で、メイクし始めた頃、まだ中野さんとね、一緒に僕も通りにいたところで、その前に三本線のインディアン風の、うん、もうあそこの赤、青、緑でやってたんです、うん、あ、そうなんだ、赤、青、緑だったんだ、はい、で、結局ヒールって黒が主流だったんで、赤とか青とか絶対使うのになかったんですけど、うん、中野さんに言われたら、とにかくリングで目立つことをやりなさいって言っていただいたので、うん、じゃあ目立つ色って何だろう、うん、赤を見たんです。そうか、はい、その3つで、はい、で、それを顔中に赤を緑に塗ってる人ってやっぱり、うん、女子ではそこまでいなかったので、うん、その男子だとかウォリアーズとかもいたんですけど、うん、で、やっぱりアメプロ好きだったんで、うん、あ、好きだったんだ、はい、なのでウォリアーズとかも大好きだったんで、うん、男子のそういうペイントレスラーともすごくスティーブスもそうです、うん、好きだったので、うん、どうせならペイントレスラーやりたいなと。これは何？これチークですね。あ、チーク。これは、はい、これチークです。ほっぺたとかに、お腹とかに塗るチーク、はい。これで使ってるんだ。はい。あ、そうなんだ。はい、なんで普通の一応化粧品なんで。はい、そうだね、はい。誰でもできるんですよね。はい、失礼します。はい、鼻が赤いの？トナカイ。アジャの鼻赤だった？そうですよ、鼻。ここと、ここが赤で、うん、ここの目のところが青で、うん、上下が緑なんです。あ、上下みたいな、はい。上下はわかる、はい。赤真ん中だったんだ。そうです。そうですね、中野さん、あれですね、水曜日のダウンタウンの時に、そう、全然違う。一番見てたって言いながら、一番中野さんが、アジャボングのメイクが、一番わからなかったっていう。ずっと見つめ合ったっていうか、そうそう、睨み合ったから、全部覚えてたんだけど、はい、なんか違かったのね。そうです。なるほど、いざ書いてみたら全然違ったわって。それでさ、アジャにさ、アラカンで頭ぶたれてさ、しかもなんか引退してだいぶ立ってんのに、そうですね、殴られたの。そうですね、まあすいません、中野さんに言ってくださいと。でも中野さんがそこでね、聖子ちゃん懐かしいんだわって言ったそうだそうだ。でもこれってさ、落ちちゃうんじゃない？いや、それがなかなか落ちない。はい、昔、中野さんとか、ナムさんとか使ってた、三吉の舞台用のやつとかも、最初使ってたんですけど、で、ベタベタする方だとちょっとついちゃうからって言って、うん、で、その後、チャコットとかも使ってたんですけど、うん、やっぱり発色薄かったんですけど、うん、
海外製マックはマックインだ、はい、マックインだね。で汗で落ちないので、あこれ落ちないやつなんだ、汗であんまり、はい、うん、流れ落ちてこないので、うん、なので、はい、すごく、いや汗で落ちないならいいよね、はい、ジャコットとかでさ、はい、のやつはほらコスチュームについちゃってみんな、そうですね、はい、昔文句よく、そうですね、ベタベタつくし、うん、コスチュームについちゃうし取れないしって、白い水着の時は絶対与えたくないとかね、はい、言われるね。でも今考えると、じゃあ当たるなら白い水着着るなよって話ですよね。なので、はい、これも汗とかでは落ちないんですけど、うん、ただでもやっぱり自分の顔、化粧をバッチリそのまんま魚拓のようについちゃったりするので、うん、白い水着の時はって後輩に言われて、お前白い水着着てきたお前が悪いんだよって今先輩になってよかなと思います。魚拓にとか、はい、魚拓のようにね、みんな欲しいですよ。でもアジャのやつだったらわかんないです、なんか後輩が、ね、お身長のアジャさんがついてますとかよく言われてます。お尻にケツ見とこな、ケツ上に乗ったってことじゃないかな、顔の上につって。なんか赤だけだとさ、はい、酔っ払っちゃった人みたいになってない陽気な人になってないそんな感じではないですね。凛々しくなってくれればいいんだけど、一応これでほら、はい、試合する体な感じの角度で、ね、やってね、はい、結構でもさ、はい、何回も塗るんだね。そうですね、やっぱり普通の化粧みたいなあれじゃなくて、やっぱり赤はっきり赤って出さなきゃいけないので、とりあえず今赤が、はい、終わりまして、ただアイシャドウなんですけど、アイシャドウちょっとなくなりそうじゃない？あ、全然、まだいいにもたくさんありますし、あれなんですけど、アイシャドウはね、いやいや、アイシャドウなんですけど、こんな色のアイシャドウ、普通の、どこですか？普通のお化粧する、普通の女性が普通のお化粧でなかなか使えないんですよ、こんな色の。本当だね、でもよく売っててくれたね、日本で、ね。そうなんです。本当にマックは赤と青と緑が完璧に私のためにあっているので、そうだね、この3色さまとめてさ、はい、アジャコングのなんかカラーみたいな感じで売ってればいいね。自分たちに一番言ってたのはもう自分が目立つ方法で自分がいい方法をいろんなことプロデュースしなさいって言っていただいたんで、うん、いろいろ考えてたので、うん、あれだったんですけど、あこの間初めて、あそっか中野さんそっちの院の方で、あそれを行かれてたんだなってのをこの間 YouTube で初めて知りました。 YouTube っていいね、はい、失礼しますので見てみてください。わー、そうだよね、アジだよね。そうそう、でも似合ってるよね。はい、似合ってる、似合ってます、似合ってます。あ、ね、似合わないかもしれない、全然すごくお似合いです、自分で言うのは、ね、すごく似合ってて、すごく、うん、素敵な感じになられてて、なんか、なんて言うんだろう、私の良さが出てないね。確かにそうです、全部アジャコングになっちゃうので、あ、そうです、そこはね、そこは全部アジャコングになってしまうので、はい、そうだよね、はい、はい、あ、そうか、でもこれでアジャは合ってるんだもんね、はい、そうですね、自分はもうそれなのであるんですけど、ね、そうです、でもだから中野さんは、あ、なんかアジャのメイクをしたブル中野さんっていう感じになりますからね、はい、あー、そうなんだ、はい、ね、でも、まあ、でも発色はいいですごくね。そうですね、発色は、はい、うん、あるんですけど、わー、あ、でもなんか別に中野さんに初めてアジャコングのメイクをしていただきましてありがとうございます。まさかの中野さんがアジャコングになっていただくという。それでは、はい、今度は、はい、アジャに私のメイクをしてもらいたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、じゃあ凹凸つけるんで鼻を高く見せていいですか。はい、お願いします。そう、鼻がね、低いって言ったんじゃない。いやいや、でも本当に、でもそれこそですね。アジャの鼻って初めてね、初めてっていうか久しぶりに見たんだけど、あれ鼻潰された誰かに。いやいや、ナオさん生まれつきです。え、嘘、そうでしたっけ。はい、本当に、はい、でも鼻低いおかげで、はい、痛くないね。痛くないんで鼻にぶつかっても、この間もなんか膝毛に思いっきり入って鼻血バーって出て、みんな、あ、みんな鼻折れたって思った瞬間に、うん、倒れながら言った人が、あ、鼻引っ込んでくれて親に感謝って言った瞬間にセコンドの後輩たちみんなが、え、自分でこう、あ、折れてないなと思って、うん、鼻引っ込んでくれた親に感謝って倒れながら言ってたって。この人何言ってんだろうって思われらしいです。これで目の凹凸をへっこみます。はい、本当にこれはね、鼻が低い方です。はい、ものすごい低いです。はい、鼻の凹凸が、はい、
出てこないと思います。出てこないんでちょっとこれじゃ無理だ。すいません、ちょっとあの試行錯誤しました。すいません。そうなんです。意外と本当に鼻が低いので、多分中野さんもこういう、多分あの、ああいうメイクは多分一番似合わないタイプなんだと思う。いやいやいや、でもね、これはやりがいがあるな。これでやっと凹凸が。あ、よかったです。ごめん。こういうなんか、ヒアロン酸入れてるみたいなほっぺた。ぷっくら。あ、よかったです。これね、こうだろうと思ったらね、7万以上かかるんだよ。本当ですか。そこら辺は何にもしたことがないので、ね。でもそうだよね。あーちゃんも本当に変わんないもんね、体重もね。そうですね、体重もずっと108。108。105から8を行ったり来たりぐらいのところですね、ずっと。はい、OK です。はい、あーちゃんのやつはさ、うん、15分くらいかかっちゃうから早くやって。あーちゃんは自分でやって。自分でやって。で、そうです。まあ、10分ぐらいですね。はい、はい。私もこれさ、はい、10分でいけるからさ、はい、お互い10分メイクだね。10分メイクを。そうですね。10分メイクって言うとみんなやってくれると思うんだけど、はい、これが20分、30分とかになっちゃうと、そうですね。時短メイクでね。はい。はい、OK。ちょっと前、あとは、あの、青い線をやったら終わりで、はい、そうですね。あ、すごくいい。いや、なんとね。あ、じゃあ口ちっちゃいんだね。そうですか。うん。なんか噛まれてるイメージからか、そういう時は大きく見えてたのよ。はい。広げてたんだね。そうですね。だけど、本当はちっちゃかったんだ。はい。はい。できました。はい。と、あちゃんが自分でちょっとこの腕で見てもらって、はい、そんで、それでは、そのびっくりする。はい。完成。はい。あ、すごい。すごい。中野さんにありがとうございます。すごい。すごい。あじゃんだ。あじゃんが。はい。は、初めてなりました。すごい。全然イメージが違う。全然違いますね。キリッとしてるね。うん。キレ長だからさ。うん、はあ、ね、ずっと一番近くで見せた中野さんのメイクです。なりました。やっぱしあの私は細く細く描こうっていうふうに思ってるから、はいはい、細くなっちゃったね。あーちゃんのやつは、あ、そうですね、全面にこうって、うんうん、はい。なぜ？なんかお互い今お互いを見ながら、なんか、はい、そうか。はい、お互いがこんな感じに、ありました。あれさんの決まり文句ってあんだ。決まり文句じゃない、決まりってとかあんだっけ。まああのこの裏でやるときにこういうやつですね。